八戸鉱山八戸鉱山は青森県八戸市にある露天掘りの鉱山である。石灰石を採掘しており、現在でも創業中である。八戸鉱山株式会社が経営している。地元では八戸キャニオンと呼ばれている。展望台も設置されていて自由に眺めることができる。八戸鉱山周辺の空中写真。2013年4月16日撮影の7枚を 構成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。人口ではあるものの日本一標高が低い地点が存在する。その深さは海抜約マイナス170メートル、つまり海面下である。かつては海抜0メートルに目印があったが採掘が進んで消えてしまっている。 総延長が 10km にも及ぶ地下輸送管が八戸港府島まで伸び採掘された石灰石をベルトコンベアで輸送している。石灰資源の一部は八戸セメントに送られている。鉱山はすり鉢状に掘り進められたが、これ以上深く掘作するには横側に掘り進める必要が出てきたため、西側に 200m ほど拡張する予定である。 日鉄工業の子会社である、八戸鉱山株式会社が所有、経営している。旧商号は、住金工業株式会社。かつては、新日鉄住金の参加にあったが、2013年に、新日鉄住金が保有する全株式を日鉄工業に譲渡し、同社の子会社となった。それに伴い、2014年4月1日に社名を、 八戸鉱山株式会社に変更した。ありがとうございます。